廊下賞は、源氏物語の注釈書である、三条西寂高著。1504年の成立とされる。本書、廊下の名称は、三条西寂高の死にあたる昭白の語を、廊下県によるもので、寂高自身の命名であると考えられている。広島大学国文学研究室所蔵平瀬家、急蔵本は、源の語廊下賞と題されている。源氏物語廊下賞。 源氏物語賞、源氏物語聞き書きなどと題されていることもある。小白が一条、金吉や葬儀の、源氏物語についての公尺を聞いてまとめた著書、源氏聞き書きの影響が大きい。はじめに、光る源氏年次として、巻名、年立が記されている。それから、作者、作為、時代、書本不動、第五、源氏性、準拠、 古来勝利などとする項目に分けた部が付されている。この方法は、以後の注釈書の一つの形式として継承されていくようになる。本書に引かれている説は、課長四条、和秘書等にあるものが比較的多い。すなわち、一条、金用の説が多いため、文や語義に関して力を入れた点が多い。この後彼は、最流章の作成に向かい、やがて、 三条西家の源氏学を確立するに至る。これ以後三条西家によって、三条西サねたかと三条西金枝による再流章、三条西三重による明星章、三条西三重による山下水と次々と源氏物語の注釈書が表されていくが、本書はこの三条西家の注釈書のスタイルと注釈の内容を確立したものであるとされる。 ありがとうございます。